ターシードの人たちがいるんだけど、マトリックスによって損なわれてしまっているんですね、残念ながら。今この文明においてはマトリックスを打ち破らなければいけない。今回新しい文明は日本から始まっていくんじゃないかっていう説もあるんですけど、空間に何かを感じるという感性ですね、それが魂の言語なんですね。はい、それでは始まりましたスターシードチャンネルということで、よしです。今日はなんとスペシャルゲストに登場していただいております。小林アッシュさん、なんとね、エジプトから今日は日本へと来日してくれました。僕はエジプトにね、行った時にすごくお世話になって、そしていろんな話をしてきましたけども、これだけは絶対聞きたいってことがあるんですけど、今日はそんなことをいろいろ聞いてもいいでしょうか。もちろんです。今日なぜか僕は黄色いお花を送りたいなと思ったんですけど、そしたらトレーシーがこう、もうまさにこうもう黄色のね、服を着てきたんですけど、はい、間違いなくシンクロです。I believe、 もし私たちがですね、地球と共鳴している関係になっていたならば、日々日常的にこのような奇跡が共鳴して起きるということがあるんですね。この黄色いお花を選ばれたというのは本当に自然に選ばれたっていう感じだったんですよね、考えることなしにね。で、私も今日黄色い洋服を選んだのが全く同じような流れで選んできているんですね。すごくね、不思議なことがいっぱい起きてるんですけども、エジプトに行った時にですね、いろいろとこう不思議なことがありました。とまずこう、これセクメトですよね、オシリウスのね、あちょっと見えないかな、これをちょっとお土産で買ったんですけど、このセクメトの像のあるなんかこう部屋にね、案内していただいて、その現地のね、そこでものすごいなんかエネルギー一体化するような、あなたが私、私があなたみたいな、そういうなんか世界観にこう一瞬でなっちゃったんですけど、その場所に行くと、あれは一体どういうことなんでしょうか。エネルギーの違いなんでしょうかね。 All during the pandemic, in fact, for the last10, 12 years. で、今おっしゃっているお部屋というのはですね、カルナック神殿のピターの部屋なんですね。本当にパンデミックの期間も含めての過去10年から12年の間、私はこのワークにね、非常に精力的にワークを続けてきているわけです。The goddess. セクメントというゴールです。女神が象徴しているものというのが愛の純粋性、シリウスの持つその愛の純粋性なんですね。セクメットという女神が何を提供してくれるかというと、感情的知性によってそれが活性化されるわけなんですけれども、地球上の統一、統合、一つになるっていう、そのようなエネルギーを活性化するんです。でセクメットにはね、たくさんのタイトルがあるんですね。で、まずは時間のミストレスという一つのタイトル、そしてまた変容や奇跡を象徴するということ、そしてまた預言者という役割で、さらには、まあ、アセンションをね、進めていくという役割もあります。 When we visit gateway star gates with the correct protocol、はい、私たちがそのようなゲートウェイを訪れるとき、まあ、またはスターゲートですね、そのようなところに訪れるときには、正しいプロトコールを行いながら訪れることが必要なんですけれども、それができたならば文字通りですね、本当の、トラベルができるわけですね。ですから、すごく膨大な、この銀河的なね、時間のベクトルというものを体験することができます。そしてそれによって大きな時間のシフトが起きるわけなんですね。それは進化のシフトとも言えます。このようなことが、起きるのが自発的にね、自然に起きるというような、ことなんですね。で、私たちが、この地球上に今存在していて、このような非常に膨大なアクティベーション、活性化が起きるということになるわけなんですね。While your
でインタビューしていただいている時というのは私はたくさんの情報をダウンロードしています。今新しい情報もどんどんと私に降りてくるんですね。でこのゴッデス女神という存在がマトリックスを崩壊させるという一つの、まあ、方法になってくるんですね。このような体験をしている中で全てのスターゲートアセンションのゲートウェイというものがありますけども、そこには記録が刻まれているんですね。それは歴史も含まれている。知性というものが実際にあって、その知性は量子的な知性と言ってもいいでしょう。またはアカシックの知性というふうに言ってもいいでしょう。そしてアカシックの図書館というようなものがそこに情報として刻まれているっていうことなんですね。活性化が起きてきたさまざまな星に移動していくという、まあ、今必要だから起きているっていうことなんですね。でそこでですね、エジプトというのは文字通り人類の起源というものを定義する永遠の記録がそこに込められているだけではなく、そこで定義されるものというのは時間の科学、そして人類の進化の科学なんです。そして間違いなく人類の遺伝子に関する科学ですね。で私自身はですね、非常に、ユニークな存在であり、例えば意識に関するスペシャリストでもあります。今の時代の人々の意識という意味ですね。そしてさらには古代エジプトのスペシャリストでもある、変化のスペシャリストでもあるということです。でエジプトがなぜ特別かというと、このスターゲートをクリエイトしたもの、それをさらに強化していくということをしているからです。ではこのセグメントの話にねまた戻るわけですけれども、この神聖なるタイムラインというものを、に対してこの女神がこう内在的にね実際にその知性を持っているんですね。そしてこの神聖なタイムラインを持っていろんなものを具現化していく、それが量子的なね場でその知性が作られているということが起きます。僕の中で説明すると、神聖なるタイムラインというのが人類が魂の霊的進化を進めていくというのが、まあ、神聖なるタイムラインで、その神聖なるタイムラインは今この文明においてはマトリックスを打ち破らなければいけない、そうでないとそれが止められていると僕の中で思っていて、それに対してじゃあ今大事なのはその先ほどの女神っていう、部分、女神っていうのが一つのキーワードで、その女神的なエネルギー自分の内側に統合っていうのがその神聖なるタイムラインを進めていくきっかけになるということだと思ってますね。でそこでちょっと質問があります。エジプトでデンデラっていうね、いわゆるこう星の動き、そしてエジプトの昔の人たちが読み解いていた文明の終わりと今の文明のことで、そこから僕が思ったのは、今本当にまさにね文明が終わり新しくなろうとしている、そのタイミングで実はこれ日本がすごく鍵を握っているんじゃないかっていうのが思ってるんですよ。でこれはまさに再三運動で、まあ、いろんな説がありますけどね、今回新しい文明は日本から始まっていくんじゃないかっていう説もあるんですけど、それについてはどう思いますか？でこのデンデラの暦というものですね、予言としてね、まあ、書かれているものというようなことで、さまざまな星の動きを見て予測しているわけですよね。What is interesting?で興味深いことにですね、この地球のグリッドという観点から見て日本と古代エジプトのつながりがどうなってるかっていうことがとても興味深いんですね。で、まあ、ある予言によると、この再三運動というねこの概念、これと非常に関わっているっていうことを、まあ、発見されているっていうことなんですね。
explored this subject in my... で2015年に私が書いた本に、このテーマに関しては書かれています。おそらくですね、この地球上ではその遺伝子的なことに関して、まあ、人類、人間の魂、まあ、遺伝子を操作したというようなねことがあるというふうに私は信じているんですね。でまあ、これは私たちの DNA がアトランティスに起源を発するというような関わりだけではなく、同時にですね、私たちの DNA がコンタクトによって影響を受けるというようなこともあるんですね。で、まあ、アセンションということに関しては日本がね、その道をこう導いていくというお話に関して、まあ、日本というのは例えば統一とか統合とかまたは調和とか美しさとかによって動かされているというふうに感じるんですね。私自身がスピリチュアルなティーチャーとして日本で教えてきている体験をもとに見て言えることはですね、日本人の方はもう準備ができているというふうに感じるんですね。時間に関することであるとか、時間のベクトルとかコンタクトとか、そういった様々な内容です。スピリチュアルなコミュニティとか、この両芝のコミュニティの中で世界的に問題になっていることの一つでもあるんですけれども、このマトリックスの中にいて目覚めてきているスターシードの人たちがいるんだけど、マトリックスによって損なわれてしまっているんですね、残念ながら。だからそういう人たちをいかに見つけていくかということが、まあ、一つの大きな問いかけになってくるんですね。なので私たちの自由意志とか献身っていうことに関して言えば興味深い時期に入っていると思います。ご存知のようにね、ここで、まあ、シンクタンクというものを作っていくという必要性を本当に感じているんですね。これは新しい地球に関して共にね、問題を解決していくというシンクタンクなんですけれども、マトリックスにものすごく今汚染された状態になって進化していると言えるような人たちでさえもやはり汚染されているんですね。まさにそれはエジプトでね、その話を少しだけさせてもらってて、これやっぱりそれが必要だなと思って、僕もそういった活動をどんどんねしたいなっていうふうに思うし、やっぱり世界中のそういった人たちがつながる必要があるなっていうのを感じましたね。地球上でスターゲートという場所も特定していかなければならないというのは間違いありません。そしてお互いに意識合わせを行うようなね、イベントみたいな形でみんなで同じ時期に同じ時間にするっていうようなことを地球上でね、みんなでやっていって、このエネルギーをアンカリングする、下に怒りを下ろすっていう必要があるんですね。時間のベクトルをそのようにして合わせていくということですよね。時間というものが意識そのものであるというふうに私は思うんですね。まあ、ゲートキーパーと言われている人たちはこのマトリックスがあるけれども、それを超越していかなければならない、ね、こうイベントでやはりそれをこうやってきたと思いますし、もう少し先になりますけど準備し、またねそれもやっていきたいと思っています。Absolutely. 絶対そうですよね、やるべきですね。 These events are so revolutionary. 本当にね、このイベントというのは革命的な、ね、イベントであること間違いないですね。で、両芝のアクティベーションになるっていうことですよね。私たちが本当にマトリックスを乗り越えて、そして現実のゲートウェイを越えていく時にそれが可能になるんですね。動画を見てくれている人は皆さんスターシードなんですけど、先ほどなかなかスターシードがそのこのマトリックス落ち込みられてなかなか自分を表現できないっていう人多い中で、何かねメッセージとしてこのスターシードの皆さんに、メッセージをお願いしたいんですけど、Please. まずはご自身の純粋性と誠実さというのを持ち続けてください。実践はやっていただきたいんですけれども、ご自身の魂の純粋性を再活性化させるような瞑想などを使ったね、両芝的なテクニックを使っていただきたいと思います。 And...
あなた自身のこの人生の道のりの中でご自身をちゃんと安定させられるような魂のワークですね、そういった実践の訓練をやっていってください。もし私たちが自分自身のね価値のシステムというものを常に振り返って見ることができるならば、私たちはこの地球上でライトワーカーとしてね居続けることができるんです。 100% 間違いないのは、私たちはこういったコンタクトのね体験をしなければいけない。 人類がこうなってほしいという同じ夢を持っている人たち、そして同じ価値観を持っているような人たちと一丸となってね、こういうコミュニティを作っていくべきだというふうに思います。これが正しいなという時にはそれを自分で感じることができるし、また間違っている時にもそれを正しくない、間違っているというふうに感じることができます。敏感に何かを感じるという感性ですね、それが魂の言語なんですね。で、私の役割の一つはですね、非常に敏感な方々のお手伝いをするっていうことなんですね。で、そういった方々が再び光り輝けるように、再びクリエイトする、またはその人の真実を語ることができるようになるお手伝いをするというのが私の役割。真実を選択している時というのは必ず神聖な道を選択しているということなんですね。で、私たちは女神を選ばなければいけないんですね、マトリックスの時間の中で女神というものが無視されてきたからなんですね。その女神が持っている資質っていうものを再び自分たちが表現することが来たならば、その時に私たちは地球上の戦士になることができる、現実に革命を起こすことができる。ちょっと補足的な説明としては、ハトホルとか、女神っていうのがね、いろいろこうエジプトにいて、こうセクメトも実はね女神でもあると思うんですけど、そういったエネルギーっていうか、男性女性限らずに自分の内側にそれをこう発見していくってことだと思いますね。じゃあね、この最後になりましたけども、この動画ってどういった意味があるんでしょう。これ一言で言うと、で、例えば私たちはですね、いろんなコミュニティのリーダーとして自分が立ち上がった時に、それぞれにいろんな人たちの違った周波数波動を持ってるわけですよね。そして私たちはお互いの能力とか夢とかビジョンとか行動、そういったものを向上していくことができるんですね。で、同時にですね、それぞれのコミュニティのリーダーとして、私たちは様々な問題、スピリチュアルな側面から見ても課題だと思えるようなことを解決しようとしているわけですよね。それぞれにね、この地球にいてそのような活動をやっているわけですね。繊細さであったりトラウマを抱えていたりというような課題に対してもいろんなワークをしてし続けてきているわけですね。そのようにすることがお互いに分かち合うということを一つの示す方法でもあり、他の人と一緒にね何かをやっていって、それぞれが自由になっていく、今この時代に自由になれるんだっていうふうに動いていくっていうことにつながっていくと思うんです。それぞれの人がいろんな問題を持っていますけれども、例えばそれは自分に何か利益がもたらされればいいというようなね問題であったり、そういったものを人にもね貸していくというようなことがありますが、私たちは一人一人がこのマトリックスを崩壊させるようなスターゲートとなっていかなければいけないわけなんです。一人一人がね、そっか、スターゲートっていうのをね、ある特定の場所っていうんじゃなくて自分だったっていうことがね、すごく面白い。今日はね本当に素晴らしいお時間を、ね、ありがとうございます。そして今回ね、なんとこのエジプトからね皆さんにワークショップ的なものをねやっていただけるっていう話が先ほどあったので、よかったらちょっと、ね、概要欄にまた貼っておきますのでね、ちょっと興味ある方は見てみてください。いやー本当にね今日はありがとうございます。では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 、はい。